神奈川県立鶴見高等学校は、神奈川県横浜市鶴見区にある県立の全日制、普通科の高等学校。旧横浜東部学区に属する。鶴見の丘の上に立つことから、行事などでは、鶴寮という言葉をよく使用する。生徒や地元民、県鶴、または鶴高と称する。1958年より、文化祭と体育祭を合わせて、鶴寮祭と命名。 高架制定前に作成された応援歌は、鶴梁賢治の歌、同窓会放や PTA 広報誌のタイトルは、鶴梁である。敷地の隣には、神奈川県立三津池公園がある閑静な環境で、桜の季節は多数の花見客で賑わう。また、敷地内には、縄文時代後期の小泉塚貝塚が存在し、1879年以来、 断続的な調査が行われている。1966年の改築工事時に縄文土器が出土し、敷地内の崖には階層が露出している部分もある。高台にあるにもかかわらず旧横浜東部学区と川崎東南部を中心とした地元からの自転車、通学者が半数以上を占める。人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として、 真理と正義を愛し、個人の価値をたっ飛び、勤労と責任を大文字自主的精神に満ちた、心身ともに、健全な国民の育成を期する。文化、芸能、スポーツその他。ありがとうございます。